今日は草津ツーリングです。朝7時に相模原のファミリーマートで待ち合わせ。快晴です。国道16号線から八王子に向かい、国道411号線から圏央道あきる野に行きます。あきる野から圏央道に乗り関越を目指します。1時間は知ったので狭山パーキングで休憩します。朝から暑いです。あれから関越道に入り、渋滞を抜けて上信越道に入り、1時間は知ったので神楽パーキングで休憩です。冷えたアイスコーヒーがうまい。しかし今日もうだるほど暑いです。今回は、いい手 EC ツーリング割引、早旅、乗り放題、4000円コースを使ってみました。すいません、私のブースガス欠でリザーブになってしまいました。横川サービスエリアで給油します。ガソリン満タンに入れました。さあ行きましょう。今、上信越道、小諸インターを降りて、地図を確認中です。県道、79に、入って、県道、94で、地蔵峠ですね。11時も過ぎたので、道の駅、雷電で、昼食にしましょう。地蔵峠、湯の丸スキー場、標高、1500メートル超えですね。昼食は、もちろん、小諸そばですね。カレーうどんにしました。なぜそばにしない。室内はエアコンが効いて涼しい。体の力が抜けていきます。来た。カレーうどん大盛り、でかいでかい。そばもさっぱりしてうまそうです。もちもちのブリブリのうどん、うまいです。定食もうまそうでした。さあ、地蔵峠、行きましょう。
地蔵峠を下り、国道144号線に出ました。給油します。いやあ、暑いです。倒れそうです。避暑地なのにこの暑さ、水分補給です。セブンイレブン、嬬恋大笹店で休憩します。日陰がないので、長居はできません。さあ行きましょう。もうあとわずか、頑張りましょう。このまま、国道292で、草津に入ります。今晩の宿は、ホテルニュー七星です。もちろん激安です。すいませんけど、こちらに、お名前とご住所のご記載をお願いいたします。お部屋の方4階の飲み物室で、こちらが3階になっております。お食事は6階で、夕食5時から1時間飲み放題、朝食は7時からで、お席決まってますので、お時間になったら6階にお出かけください。はい、わかりました。お風呂は1階で一番下なんですが、もう入ります。明日の9時まで1階で、チェックアウトは9時半で、はい、すいません、はい、大丈夫です。なかなか静かでいいお部屋です。きれいに掃除がしてあるので気持ちがいいです。景色は湯畑の裏ですからこんなもんですね。せっかく草津に来たから湯畑でも見に行きましょうよ。どうぞ。あらあら、このホテルの読み方は、ホテル入室制、だったんですね。地蔵の湯に、入るつもりでしたが、この気温では、外湯は、やめておきます。この角を抜けると、
湯畑です。外人さんが多いですね。ここは真夏でも30度を超えないらしいです。でも今日は30度はありそうです。地面に案内標識があったんですね。バイクは入り口のそばに停めさせていただきました。さあ、風呂に入りましょう。汗を流しましょう。夜中も入れますね。すごく熱い、濁り湯です。体に良さそう。部屋に戻ってゆっくりしましょう。なんだなんだ、この音はかなりうるさいぞ。テレビが聞こえません。今日は土曜日、土日は工事をやめるべきです。まあ、仕方ないですね。向こうにも都合があるわけだし。うん。うん。5時になりました。食事の時間です。60分、食べ放題飲み放題です。
飲んで、食べて、腹いっぱいです。横になりたいです。もう一回、風呂に入ってきます。胃がきつい、階段で行きます。今、8時半、もう眠い、おやすみなさい。あっという間の朝、今日もいい天気です。帰りは、軽井沢から、高速乗りましょう。ツーリングの朝の食事はたくさん食べます。普段の朝は向いてるんですが、旅行の朝は別ですね。本当はどこにあるの？ない。なんで本当にないの？道の駅ヤンバダム。暑いのでアイスコーヒー。軽井沢まで降りてきました。ガソリン補給ずいぶん高いですね。上信越自動車道横川サービスエリアでアイスコーヒー。上信越自動車道に乗り、関越自動車道に入ってランダムパーキングで休憩。またコーヒー飲んでます。狭山パーキングエリアに着きました。さて、圏央道に入りました。ここで解散です。自分は八王子から中央道の調布で降ります。